あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。ただ条件がある。何が？何の条件？付き合う条件？うん、俺の心の準備ができるまでは、うん、体の関係は、うん、分かった、いいよ、いい、待ってる、待ってくれる、待ってる、うん、これ整理して洗濯汚い、ね、彼女ねえさ、1階に洗濯機あるから、いや、畳んで、綺麗だから、うん、分かったよ。ショップの店員やってたんだから。お、すごいじゃん。そうよ、ずーっとビームスとかで働いてたし。アイコの女子力を。だから暗いんだよ、ここ。アイコの女子力を。明るくしてよ、こっち。いやいや、俺暗いの好きだから。じゃあちょっとこれ、もうちょっと斜めにして。ね、見えるよ。それさ、ちょっときつくしてよ。ん？回っちゃうから、きつくして。うん、だから、きつくして。回すところをして。なんどうするのこれ。だからこれを引きつくすんだよ。いい？うん。じゃあショップの店員さんお願いします。うん、畳んで、これ汚いから畳んでもらうな。だから匂い嗅いでるな。うん、いい匂いだ。いい匂いする？うん。昨日のさ、ジンベさ、洗えばいいじゃん。あ、これね。うん、それさ、洗濯機あるからした、うん、ショップの店員はちゃんとこうやって。お、あ、うまいんじゃない。おー、うまいかもしれない。こうやってさ、商品ちゃんとこうやって。へぇ、買いたくなるわ。で、ちゃんとこうやって。おこれはタオル。タオルね。タオル、これも全部洗ってんの？うん。本当に？でも紛れてる。なあ、臭いの。じゃあちょっと待ってさ、なんか今日さ、臭いのとジンベ一緒に洗おう。うん、臭いのじゃ、あの、見つけて。え、匂い嗅ぐの？一個一個。それは彼女としてやらなきゃ。それ臭い？ちょっと待って。臭いのが紛れてる。なんか臭いねこれ。これ臭いわ。臭い。紛れてるから、うん、あ、それも臭そうじゃない？もうどうせ洗おう、もう今日洗濯しよう。それどう？それ臭くないんじゃない？それ着てない？あ、これ懐かしいね。うん、それ臭い？あ、これ大丈夫、うん、いいよ。でしょ？でもこれさ、着ないでしょ、まあ、まだ。だから、まあ、長半袖ダメだっていうか、日焼けでね。ああ、これ一応持ってたのね。そうそう、本当はさ、ボタン止めるんだけど、もう暑くてね、うん、止めない。これ H&M なんだ。 H&M？ うん、ブランド H&M。 H&M じゃない？ H&M 別に同じだよ。 H&M でも H&M なんだ。今 H&M って言ったじゃん。うん、 H&M じゃん。 H&M で普通は H&M だよ。同じだよ。同じじゃないよね。じゃあもうやってやんないよ。あ、ごめんなさい。うん、すごい彼女らしい。臭いんじゃない？股間のとこには臭い。臭くないよ。臭くない。これ履ける？え、さ、洗う？うん、でもさ、洗えるから。うん、いや、洗わないよ、臭くない。うん、うん、臭くない。これさ、履けるじゃん。あ、いっぱい服買ったね。いや、もらったんだよ。あ、もらったんだ。あ、よかった。自分で買ったのない。そうだね、相変わらず買ってないね。うん、これは汚いね。これは気持ち。匂い嗅いでみ。いやだ、これは。匂い嗅げよ。あー、紅茶の匂いだ。あのパーカーの匂い、臭い匂いだ。これは大阪でさ、夜中さ、来てたの知ってんだよ。あ、そう。これでしょ買ってもらったの、リリーに。うん、そうそう。ね、ディーゼルの。うん、これは、洗った方がいいよ。うん、何これ。あ、それ、冷却のタオルね。ああ、じゃあタオルはタオルで、これ一緒にして。わあ、これパクったな、タオルが。これホテルの白い
これパクってな、これお前パクったな、ホテルのパクってな、パクってな、お前昨日のやつ入ってるだけ、どこのどこ昨日パクってな、パクどこのホテルのパクってな、パクってないわ、どこのホテルパクってんのこれ、どこのホテルだお前これパクってな、どこのホテルだこれ、だからなんかパクらないわ俺は、どこのホテルだこれ、知らないけどありがとうね、どこのだこれ、スネスポット、ホテル、お前自分がパクるからさ敏感になってない？なんでない。まあでもこれ臭くないわ。臭くない？うん、怪しいな。怪しくないわ。マスクもこんな汚いの捨てんだよもう。こんな使用済みのマスク汚いの。あ、これね。うん？これね冷却のねスカーフね。うん、何これ汚いのこれ。これ匂い嗅いでみ。うん？これ履いたの？わかんない。でも一応洗いなパンツ。臭かった？あディーゼル。うん、臭くない。じゃあ洗わなくていいじゃん。いい？うん。履いたか。畳んでよ。出ないで。出ないの？出てよ。なんだよ。出てよ。あいこ。これ臭くないパンツ。はい、すいません。はい。あ、わかりました。お願いします。あ、お部屋まで来るんですかね。はい。あ、わかりました。はい。あ、よかったでしょ。所長でしょ。ね、ピザの。うん、ディーゼルのパンツ。マイコ、払ってな。あんた払うんだよ。順番じゃん。昨日焼肉おごったじゃん。あ、私3時間今日待ったんだからな。お前ふざけんなよ。安いんだから。2200。これもディーゼルなのこれ、しわくちゃの。うん。これは趣味悪いな、リリー。ディーゼルの。これは趣味悪い。私のかっこいいやつ、あ、買ったんだけどね。え、それどこにあったの？キャンセルしたんだよ、私。お前に。全部ゼロワンハウスに置いてきやがったら、コンパスの、あの、お揃いの。キャンセルって何？ YouTube で、あの、載ってた、あの、ピンクのコンパスの、あの、T シャツまで置いてきやがって、ゼロワンハウスによ。これ、しわくちゃだよ、これ。うん。これはこれ臭いの、これも洗った方がいいよ。 T シャツはこれも洗った方がいいよ、これ靴下。匂い嗅いだ？嗅いでない、嫌だよ、靴下嗅がなきゃ。どうせいいんだよ、すぐ乾くんだから。これ早く送んなよ、リスナーさんに。もう、臭いな。これ送んな、リスナーさんに。あ、マイコさん、お金払わなきゃ。はい。ピザだっつうの。はい。ピザ。あ、ピザや。うん。お湯で。2000円。払ってくれる？ありがとう。払わないよ。早く。お前待ってるから。愛子さん。お前はなんで私が払うんだよ。早く待ってるって。早く出しなよ。早く出しなよ。待ってるじゃん。あ、出た。人の財布持ってった。2260円。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと綺麗に、あれできない？なんでちゃんとこうやってこういうパンツの畳み方なんだよ、こうちゃんね。うん、それ俺畳んだ、うん、これ綺麗じゃん。なんで綺麗なのにあれするのね。面白い畳み方するんだね。なんでまた匂いかけたの？あ、綺麗だ、大丈夫。ニヤニヤしてんじゃねえよ、お前。綺麗なやつなんでほどくの？いいの、自分なりの。あ、これ裏返しじゃん。暑いね、18度なのに。いらしい。暑くない？クーラー。暑くないよ。ちょうどいい？早くして。早くしてじゃない、お前やってもらってんのに。お前ふざけんなよ。まあでも、まあ最低限畳めるんじゃない。畳めるとか言うんじゃねえ。あ、それリスナーさんもらってるやつ。うん。あ、これさ、ブランドじゃん。うん、うん、お、だいぶ綺麗になってきた。もう細かい。綺麗じゃん。マイクも捨てるか。使用済みの、うん、あ、これあげるわ。